矢野洋大は、大阪府大阪市東住吉区売割出身の、元プロ野球選手、指導者、解説者、評論家。2019年より、阪神タイガースの一軍監督を務める。宇と尾右ぎち。中日ドラゴンズを経て、2010年に、阪神で現役を引退。2013年11月からは、野球日本代表のバッテリーコーチを務めた。 2016年に一軍作戦権、バッテリーコーチとして、阪神へ復帰。2018年には二軍監督を務めた。小学2年生から、地元の少年野球チームで野球を始め、当初は遊撃手だったが、チームの保守が怪我をして、以降は保守を務めた。大阪市立売り割中学校では、当時野球部がなく、バスケットボール部に所属していた。 大阪市立桜宮高等学校へ進学し、同校の公式野球部へ入部。矢野は少年野球時代の活躍を知る当時の監督伊藤義弘によって1年生からレギュラーに抜擢された。伊藤が1年後に東北福祉大学の公式野球部監督へ転じてからは、投手以外の全ポジションを経験しつつ、1年後輩の土井義和とバッテリーを組み、 打撃ではクリーンアップを担うまでに成長。三年生の時には首相も務めた。高校通算で3本塁打を記録したものの、春、夏とも甲子園球場での全国大会出場を果たせなかった。桜宮高校の卒業後は、伊藤のいる東北福祉大学へ進学。高校時代と、 同じく保守以外のポジションもこなしていた関係で、1989年にはサンルイシとして、春のリーグ戦ベストナインで大学日本代表に選出された。第18回日米大学野球選手権のメンバーにも入っている。後に、阪神でも同僚となる同年齢の金本智明は、1年浪人の後に、山野の下級生として同大学に入学している。 4年春秋は保守でベストナイン、秋は最優秀選手、最多打点、同年は大学選手権で準優勝、明治神宮大会ベスト4。1990年の NPB ドラフト会議では、読売ジャイアンツと中日ドラゴンズから2位で指名。指名の重複に伴う抽選の結果、中日が独占交渉権を獲得したため、 4位で指名された東北福祉大学での同級生、吉田太氏と共に入団。この会議では、同大学から矢野、吉田以外にも、内野手の宮川和彦が、横浜太陽、ホエールズ、投手の小坂勝人が、ヤクルトスワローズからそれぞれ指名され、同一大学、学年から4人のプロ野球選手が誕生している。背番号は2。1991年。 一年目から一、軍公式戦へ出場。この年は22試合に出場し、プロ初本塁打も放った。翌1992年は72試合に出場、うち守として65試合に出場し、打率259と一定の成績を残した。1993年からは出番が減り、1993年には24試合、百九十四年は十五試合の、 出場に止まり、打撃面でも成績を残せなかった。1995年には57試合に出場したものの同年オフのドラフト会議で一位指名を受けた荒木正宏に背番号2を譲る形で背番号38に変更。1996年8月11日の対巨人戦では野口茂げとバッテリーを組んでノーヒットノーランを達成した。また、 保守として一軍に帯同しながら、打撃力の高さを買われて公式戦に外野手として出場することもあった。また、巨人が逆転優勝を決めた名古屋球場での最終戦には、一番、中堅守で出場。中日の選手としては、同球場の公式戦で最後となる本塁打を放った。56試合の出場で打率、346、7本塁打、19打点だった。 1997年は中日では、最多の83試合に出場、内保守として60試合に出場した。しかし、オフに、大宝や須明と共に、関川光一、くじてるよしとの交換トレードで、阪神へ移籍。背番号は39となった。当初このトレードは、中村滝志放出の予定で進んでおり、もし実現していれば、 野野生保守で起用する予定だったと当時、中日の監督だった星野千一が後年振り返っている。移籍1年目の1998年は、当時の監督であった吉田義雄にリード面を評価され、山田勝彦に代わってすぐに生保守の座を勝ち取る。5月26日の対中日戦で、川尻哲郎をリードして2度目のノーヒットノーランを記録。 この試合の対戦投手は、中日時代にノーヒットノーランを達成した、野口茂げであった。この年、7月7日の横浜戦でこの日まで無敗で、連続セーブ記録を続けていた、当時前世紀の大魔人こと、佐々木和弘から、佐々木のその年唯一の敗戦となる逆転、サヨナラヒットを記録した。同年は、プロ入り初のシーズン100試合出場を果たし、最終的に打率。 211と定調だったが110試合に出場した。1999年、プロ入り9年目にして、初めて規定打席に到達し、打率3割を記録した。阪神の保守で、規定打席に達した上での打率3割を記録したのは、1979年の、若名義春以来20年ぶりのことであった。2000年、打率こそ、前年を下回ったが正保守に定着。こちらも、 若菜以来20年ぶりに2年連続星として規定打席に到達した。2001年オフ、このシーズン限りで監督を辞任した野村克也の公認として、かつて自らをトレードで放出した星野千一が阪神監督に就任したことで、また星野監督に捨てられてしまうと失望したと後に語っている。2002年4月13日の横浜戦での 本類上のクロスプレーで、相川良治のタックルを受けて左肩卓球。その後も骨折で、戦線離脱するなど怪我が多く、校長だったチームも、矢野の離脱とともに失速した。2003年、前年オフに、日本ハムファイターズの正捕手だった、野口す弘が、トレードで入団。自身のポジションを危ぶまれたが、 大学時代のチームメイトで広島東洋ガープから移籍してきた金本智明の影響を受け強い体づくりに着手。シーズンを通してほぼマスクをかぶり8番の藤本厚志と共に恐怖の海打線と呼ばれた。MVP は4点差で井川圭に譲ったもののチーム防御率はセントラルリーグトップの3.53打撃でも打率328を記録し 初のベストナインとゴールデングラブ賞を獲得。ゴールデングラブ賞は、保守として、史上最年長での初受賞であった。同年6月17日の対横浜戦では、矢野の打撃直後、一塁走者のジョージ・アリアスが、若干遅れてスタートしたため、アリアスの生還よりも早く、矢野が三塁に到達し、珍しいサヨナラ三塁打を記録した。2004年には36歳にして、 自身初となる全試合出場を達成。しかし、シーズン終盤には保育などミスも目立った。また、辻康彦以来球団史上二人目となる全、試合マスクを目指したが、代打出場のみだった試合が1試合あり、達成できなかった。2005年には、三振を減らすべく宮本深也を参考にした、打撃フォームに改造。自己最多の19本塁打を放ち、盗塁阻止率も、 自己最高記録を残す。自身2度目のベストナインとゴールデングラブ賞、日本シリーズ関東賞を獲得。同年、自身2回目となる FA 権を取得し、オフに行使して残留。2006年には17本塁打を放ち、通算100本塁打を達成。チーム2位の78打点も評価され、2年連続3度目のベストナインにも選出された。 北京五輪での矢野2007年は週に1試合ほど、野口すひや加野圭介にスタメンマスクを譲ることが多く、セパ交流戦時に右のふくらはぎを痛めたこともあり、一時登録を抹消。打率236、6本類だと、打撃不振に終わった。同年オフには、北京五輪の野球日本代表に招集され、アジア予選で試合の終盤を任される、抑え星として活躍した。 2008年は野口が岩田のるや上園広志ら若手とバッテリーを組み、矢野は主に安藤裕也や下柳剛、福原忍と組む併用でスタート。スタメン出場しなかった試合では終盤に代打で出場し、その後抑えの藤川球児とバッテリーを組むような起用が多く、2年ぶりに規定打席に到達。夏場には藤川、荒井高弘と共に、 北京五輪代表に招集された。2009年は前年オフに手術した右肘の回復が遅れたため開幕から2軍での調整が続き、7月に1軍昇格した後もスタメン出場は安藤、下柳が先発する試合に限られた。8月16日には41歳の下柳と組んで、プロ野球史上初の40代バッテリーでの勝利を達成したが、シーズン終盤に、 右足首を骨折して、再び戦線離脱し30試合の出場に終わった。打撃では100打席未満ながら、打率3割、得点圏、打率4割超を記録。オフに、新規一点の意味を込め、登録名を、本名の矢野照弘から矢野洋大へ変更した。2010年は、城島健治の加入もあり、8試合の出場のみだった。6月に、 右肘の故障で一軍登録を抹消されていたが、回復の目処が立たず、9月2日にこのシーズン限りの現役引退を球団に申し入れ、了承された。9月25日の中日との二軍最終戦では、同級生の下柳とバッテリーを組み、9回の1イニングを無失点に抑え、試合後の二軍引退セレモニーで、阪神とフルス中日の双方の選手から胴上げされると、 中日での7年間がなければ僕はない。野球人生を幸せに送れた。と感謝を述べ、一軍も大事な時期だし、機会があればということで、しっかり準備はしておきたい。と、自らの一軍での引退セレモニー当日の一軍最後の試合出場に向けて意気込んだ。9月30日の横浜戦では、9回西から出場予定で、出場選手登録されていたが、 日誌になる前に抑え投手の藤川が村田周一に逆転三段を浴びたため矢野の試合出場は幻となった。試合後逆転三段を浴びた藤川を抱き二人で号泣し、これまでお前のおかげでいっぱい思いさせてもらったよと声をかけた。引退セレモニーでは最高の野球人生でした。またいつの日か甲子園で会いましょう。と指導者として帰ってくることを誓った。 2010年11月、スポーツ日本大阪本社専属野球評論会の就任を発表。2011年1月からは、朝日放送とサンテレビの野球解説者としても活動を始め、2月13日に朝日放送テレビが、関西ローカルで放送した阪神対ヤクルトの練習試合中継で、事実上の解説者デビューを果たした。朝日放送では、 現役時代の2004年からオフシーズンに同局のラジオ番組矢野照弘のドーンと恋のパーソナリティを担当していたおはよう朝日ですニュース U キャストで月曜日のスポーツキャスターを務める傍ら同局のゴルフやラグビーなどのスポーツ中継や熱血タイガースと F 定期で出演朝日放送の全国高等学校野球選手権大会中継でも 不定期で登場している。2012年の日本プロ野球公式戦期間中に開催されたロンドンオリンピックでは競技種目に野球が入っていないにもかかわらず朝日放送を代表して岩本ケ介スケアナウンサーとともに現地取材を観光。金本が現役引退を発表した同年9月12日には ABC ラジオの ABC フレッシュアップベースボールで 阪神対ヤクルト中継の解説を担当する一方で試合前に開かれた金本の引退発表記者会見の取材にも携わった。2011年3月には地震発の著書考える虎が発売された。発売直前に東日本大震災が発生したことを受けて同社の印税の全額を大学時代を過ごした。 仙台市を含む被災地域への義援金として寄付することを表明している。2014年11月23日、第4回神戸マラソンで地震初のフルマラソンに挑戦した。熱烈な阪神ファンである坂本直子からマラソン指導を受けた結果、3時間55分37秒で完走を果たした。2013年、常設されていた 野球日本代表の新体成果に伴ってトップチームの新監督に就任した国母勇気の下でバッテリーコーチに就任。背番号は自身の好きな数字や矢野の妻の誕生日にちなんだ88。矢野にとってはプロアマを通じて初のコーチ就任であった。コーチとして同年11月に台湾で開催された国際強化試合2013ベースボール。 チャレンジ日本 VS チャイニーズ台北2014年11月に日本で開催された日米野球20142015年3月の強化試合グローバルベースボールマッチ2015侍ジャパン対欧州代表同年11月の第1回 WBSC プレミア12に参加したプレミア12開催期間中に阪神の一軍コーチ就任を発表したが 大会期間中は日本代表コーチとしての活動を優先した。2015年10月27日、阪神の一軍作戦兼バッテリーコーチに就任。大学及び阪神でのチームメイトだった金本の一軍監督就任を受けての本格的な現場復帰で、背番号は日本代表コーチと同じ88。2016年春季キャンプから保守人を 横一線として競い合わせた末に、二軍生活の長かった岡崎大地に一軍開幕戦のスタメンマスクを初めて任せた。その後は解説者時代から注目してきた原口文人や新人の坂本聖志郎一軍に抜擢。故障の影響で育成選手契約を結んでいた原口については、4月の支配火災登録を経て、クリーンアップの一角を担う。 正保守格の主力選手に育て上げた。2017年には、その原口を事実上一塁種へ転向させる一方で、2015年の正保守だった梅野隆太郎に公式戦の開幕から多くの試合でスタメンマスクを任せている。4月4日の対ヤクルト戦では、5回表に阪神の先発投手、藤並慎太郎から、 ヤクルトの畠山和弘への支給をきっかけに生じた乱闘でヤクルトのウラディミール・バレンティンと共に審判団から退場を宣告。ヤノンにとってはコーチ就任後初の退場を処分で翌5日にはバレンティンと共に NPB から厳重注意と制裁金を課された。藤波を守る目的でグラウンド上に出たところ畠山の死休に激高したバレンティンに突き倒されたため ジャンピングにパッドで応戦したことによる、2018年、掛布正幸の公認で2軍監督へ就任。監督として初めて臨んだ2018年のウエスタンリーグ公式戦では、超積極的、諦めない誰かを喜ばせるという方針の下で、若手選手に積極的な走塁の意識を植え付けた。チームが勝利した試合では、 勝利へ貢献した選手にヒーローインタビューやファンに対するスピーチを必ず体験させた。その結果、前年のシーズンをリーグ再開で終えたチームを八年振りのリーグ優勝に導くとファーム、日本選手権を十二年ぶりに制した。ちなみに、ウエスタンリーグでの最終成績は百十五試合で六十八勝四十敗七分。通算勝率は六百三十で、 リーグ内のチーム最多記録であるシーズン163、盗塁とチーム歴代最多記録のシーズン68勝を達成した。2018年の阪神は2軍が山の下で日本選手権を制したのに対して1軍は球団史上17年振りのリーグ再開でシーズンを終了。全日程終了直前の10月11日には 金本がこのシーズン限りで一軍監督を辞任することを表明した。この表明を受け、球団は急遽矢野に一軍監督への就任を要請。これを矢野が受諾したことにより、同月18日には翌2019年から一軍監督へ就任することを正式に発表した。就任に際しては、金本監督時代の方針を継承しながら、二軍監督時代に続いて、 超積極的、諦めない、誰かを喜ばせるという姿勢を選手に浸透させることを表明。一軍監督として、初めて臨んだ10月25日の NPB ドラフト、会議一巡目では、藤原康次第、辰巳良介の指名重複に伴う抽選で、独占交渉権のくじを相次いで外しながらも、二軍監督時代に大阪ガス公式野球部との、 練習試合で対戦した近本浩二の指名にこぎつけた。2019年、ぶち破れ。俺がやるというチームスローガンを提唱。野球解説者時代に契約を結んでいた、スポーツ日本大阪本社発行文紙面での恒例企画でも初動初体験ながらこのスローガンを毛筆でしたためた。さらに、二軍監督時代からの方針に加えて、 一軍監督としてのご過剰を提示。就任後初めて迎えた春季キャンプでは、自分で考える力を選手に植え付けるべく、自主性を重視しながら総合の結果を求める方針を打ち出した。レギュラーシーズン中には、試合に敗れてもない一同で、グラウンドに出て観客に一礼したり、感情を抑えながら、インタビューに応じたりするなど、ファンに対する真摯な姿勢を貫徹。 その一方で、味方の選手が活躍した際に、満面の笑みで、ガッツポーズを見せる姿が、ヤノガッツと呼ばれるようになった。実際には、投手陣が、チーム防御率で12球団のトップに立つ一方で、野手陣は得点力不足や守備でのミスを随所で露呈。レギュラーシーズンの最終盤までは、A クラス入りが危ぶまれていたが、9月30日の最終戦で、 フルスの中日に3から0のスコアで勝利したことによって、レギュラーシーズンの3位とクライマックスシリーズ進出を確定させた。レギュラーシーズンの通算成績は69勝68敗6分で、阪神の一軍監督が就任1年目でチームを A クラスに導いた事例は、吉田義雄の監督代2期初年にあたる1985年以来34年ぶり。 新人監督が5割以上の最終勝率で A クラスを実現させた事例は1982年の安藤元以来37年ぶりだが前年のレギュラーシーズン再開から A クラス入りに至った事例は球団史上初めてであった CS では横浜 DNA ベイス,スターズとのファーストステージを2勝1敗で突破第一戦では CS 史上初めて最大6点差から 逆転勝利を収めた。ファイナルステージでは、レギュラーシーズンで大きく負け越したセリーグ優勝チームの巨人に主賞を挙げただけで、日本シリーズ進出を阻まれた。10月17日の NPB ドラフト会議では、高校ビッグ4と呼ばれた高投手のうち、奥川への独占交渉権を一巡目の指名重複による抽選で逃したものの、西淳也の交渉権を獲得した。 2020年、甲子園球場での全国大会に出場した経験のある高卒選手5人が一斉に入団、外国人選手8人を同時に支配下登録という、球団史上初めての人用を背景に、楽しむからこそ実力が発揮できる、笑うことには大きなパワーがあるというニュアンスで、チームスローガンを、It's Show t タイム、俺がやるに変更。 しかし実際には、年初からの新型コロナウイルス感染拡大をめぐる、球団内外の対応や翻弄された末に、巨人のリーグに連覇を許した。感染拡大の防止を優先した、NPB のレギュラーシーズン開幕延期及び、セリーグのシーズン日程再編成によって、巨人との開幕3連戦から5カード連続で、ビジターゲームが組まれるという異例のスタートを強いられたところ、 球団では1996年以来24年振りの開幕4カード連続負け越しを記録。セリーグに限って CS が開催されないことが決まっていたにもかかわらず、下季の長期ロードでは8年ぶり、大巨人戦では9年連続のシーズン負け越しを喫した。10月23日の大巨人戦に一塁主として起用したジェフリー・マルテが1イニング3失策を含む1試合、 4失策を喫するなど、チーム全体でも、冒頭や守備、走塁面でのミスが、失点に結びつくという前年からの傾向に、歯止めがかからず、総失策数は両リーグ最多の85にまで達した。打撃陣では、シーズンの前半に、梅野、糸原、中盤に、金本、大戦、サンズが主に打線を牽引。開幕当初は、 小蔵類で争いで、マルテの後陣を排していた大戦は、ボーアの不振やマルテの故障などで4番打者へ、帰り咲くと、終盤にセ、セリーグの本塁打王や、打点王を争うほどの心境を見せている。前年終盤の躍進を支えた、救援陣からは、ラファエル・ドリスとピアース・ジョンソンを MLB への復帰、島本・荒也を前年末の左肘手術、森谷・伊佐尾・明を故障で書いた上に、 開幕前から調子が上がらなかったクローザーの藤川が、シーズン中の9月に、現役引退を表明。セットアッパー候補のエドワーズも右肩の、コンディション不良で開幕早々に戦線を離脱したため、先発での起用を想定していたスアレスを、前半戦の途中からクローザー、前半戦に先発で、勝ち星が伸びなかった藤波や岩佐田優太を、後半戦から中継ぎへ転向させた。 先発陣では、入団3年目の高橋春香陣が、左のエース角に成長したほか、開幕投手の西祐希が前年に続いて、秋山匠が3年ぶりに太けた勝利をマーク。その一方で、球団は、シーズン終盤の10月に、開幕から不振に陥っている、福留康介、農美厚氏、上本博則に対して、翌2021年の戦力構想から外れている。 ことを通告した。このように世代交代を迫られているチーム事情を背景に高卒2年目の大畑龍平内野手や2軍の4番打者としてウエスタンリーグでトップの本塁打と打点を記録していた井上が1軍の公式戦に相次いでデビュー。大畑については2類種や遊撃種としてのスタメン起用も相次いだ。結局大戦は最多本塁だ。 最多打点のタイトルを僅差で逃したものの、チームは金本監督時代の2017年以来4年ぶりにシーズンを2位で終了。金本は2年連続でリーグ最多投類、スアレスはリーグ最多西部投手のタイトルを手中に収めている。なお、この年には新型コロナウイルスへの感染がチーム内にも波及。NPB が レギュラーシーズン開幕の延期を決めていた3月下旬には、NPB 球団の現役選手として、初めて、藤波、伊藤早田、長坂健渡るに感染が確認された。この事態を受けて、球団では感染防止策の一環として、チーム関係者によるシーズン中の外食の機会、参加人数を制限する内気を定めた。NPB でも、同じ球団で、 ポジションが重なる選手同士の会食を禁じることを申し合わせているが、シーズン中の9月下旬には、1軍の名古屋遠征中に、球団の許可を得て会食していた、糸原健と、洋川直翔、岩手、馬場康介、浜地雅美や、チームスタッフからも感染が確認。保健所や球団が、上記選手の濃厚接触者と認定した参加者を含めて、1軍と2軍の間で、 総勢19名の選手の入れ替えを余儀なくされた。この時の会食は、参加人数などで上記の内記や NPB の申し合わせに定触していたため、矢野の一軍監督昇格などに尽力していた、球団社長、上塩しおが、シーズン終了後の隕石辞任を表明。球団では、会食へ参加した10選手に制裁金を課した上で、全額を事前団体へ寄付する方針も打ち出している。 当該選手はシーズン終盤の10月から実戦へ復帰したが、同月上旬には、矢野自身も夏場の遠征中に内気を超える大人数での会食に臨んでいたことが一部で報じられた。この報道を受けて、球団では残りシーズンにおける遠征先の外食を一切禁止していたが、矢野などの会食については不問に付した。会食の場所が広島県内で、 監督のチームマネジメントやチーム力の強化に資するという理由で、球団本部の責任者が会食を事前に許可していたことによる。矢野自身は一軍監督への就任に際して、球団と3年契約を締結しているため、コーチ陣の一部を入れ替えた上で、翌2021年も監督を続投。レギュラーシーズン中の10月26日に開催された。 NPB ドラフト会議の一巡目では、大学球界屈指のスラッガーである、近畿大学の佐藤輝明への独占交渉権を、3球団との指名重複に伴う抽選で自ら、引き当てた。2021年、一軍監督としての過去2年間の成績を、超えて、頂きに、超無というニュアンスで、超、超、頂き挑む超える頂きへ、マイナスというチームスローガンを設定。 ボーア、ガルシア、リョビコアオに代わって、メルロハスジュニアとラウル・アルカンタラが入団したほか、中日の投手時代に、阪神打線を何度も苦しめたチェンウェインが、ロッテから移籍するなど、前年と同じく支配下登録選手に8人の外国人を、要する陣容で、シーズンに備えた。春季キャンプでは、守備力の強化を図るべく、自身と同じチームへの所属や阪神への、 在籍経験がない河合正弘を臨時コーチに招聘ただし、日本政府が新型コロナウイルスへの感染拡大防止策の一環で外国人の入国制限を課しているため、ロハスとアルカンタラの合流はレギュラーシーズンの開幕後まで見送られた。オープン戦では佐藤輝明が全12球団トップの6本塁打でドラフト制度導入後の新人選手としての 最多本塁打記録を受立するなど打線が好調で、金本監督時代の2016年以来5年ぶりに単独1位で終了。レギュラーシーズンでもヤクルトとの開幕3連戦で全勝したことを皮切りに貯金が就任後最多に達するほどの好調で、首位を改装している。4番打者には開幕から大戦を固定していたが、大戦が 背中の張りを理由に戦線を離脱していた5月には、開幕から6番左翼手としてのスタメン起用を続けていた佐藤輝明を大戦の復帰まで4番三塁手に抜擢。佐藤と同期入団の選手からは、社会人野球出身の中野拓夢が、声優劇手伊藤正史が先発陣に定着している。さらに、一軍公式戦未経験の投手が、 公式戦に相次いでデビュー。終盤の勝負所でダイソーに起用した熊谷隆史く上田会小畑、江越が盗塁の成功を経て本塁へ生還するシーンも相次いでいる。聖波交流戦では中継人が軒並み調子を落としたため、開幕投手を初めて務めた藤波を中継要員へ再び回したものの佐藤輝明が NPB の新人選手としては交流戦サイトの6、本塁打をマーク。チームは、和田豊監督時代の2014年以来7年ぶりに、交流戦を勝ち越したばかりか、セリーグ首位の座を維持したまま、同リーグの球団としては最上位で交流戦を終えた。リーグ戦の再開後は、打線も全般に低調で、最大で8ゲーム差をつけていた2位、巨人に1.5ゲーム差まで迫られながらも、 自身が現役選手だった岡田秋信監督時代の2008年以来13年ぶりに首位で前半戦を折り返している。阪神タイガースを二度のリーグ優勝に導いた強打の名捕手。勝負強い打撃と卓越したリード、通算守備率。996を記録した剣手が武器であり、攻守に渡り活躍した。中日時代は打力を買われ、外野手として、 試合に出場することもあった。愛称は、テル、アキちゃんなど。読書家で、愛読書は、夢を叶える像や、アドラー心理学など。阪神での現役時代に、星野の前任監督、野村克也から読書を勧められたことをきっかけに、読書の重要性を認識したことから、若手選手にも、自主的に考えながら本を読むことを進めている。 阪神の2軍監督へ就任してからのキャンプでは宿泊先のホテルで朝食をとってから球場へ出発するまでの1時間を読書に充当。活字を追いかけながら頭に入れたことは他人に話すことで覚えられるという考えから読んだ本の内容をチームミーティングや選手へのアドバイスに反映させることも多い。大のスイーツ好きで阪神の現役時代後期にはプロ野球シーズン中に 甲子園球場内の売店だけで販売されるスイーツのプロデュースも手掛けた。桜宮高校公式野球部時代のコーチに岡田達夫がいた。岡田は矢野が卒業した1987年から理性者高等学校公式野球部の監督に就任。矢野が阪神の一軍監督へ就任した2019年の第101回全国高等学校野球選手権大会では 4番打者の井上博次大が3本塁打を放つなどの活躍を背景に、ド部ブを初めての優勝に導いた。くしくも阪神は、この年の NPB ドラフト会議2巡目で、井上への独占交渉計を獲得。井上が交渉後に入団したことから、矢野は翌2020年10月に、井上をスタメンとして1軍の公式戦に出場させた。 高校から阪神へ直接入団した後に、スタメンでの一軍公式戦デビューを入団一年目で、果たした野手は、同年時点での阪神 OB 会長で、福井県立若狭高等学校出身の川藤、構造が1968年に遊撃手として出場して、以来52年ぶりである。プロ入りを検討していた当時は、レギュラー保守が高齢で保守の層も薄かった、地元、 阪神タイガースや読売ジャイアンツへの入団を希望していた。それだけに2歳年上の中村武氏がレギュラー星として前世紀を迎えていた中日からドラフト会議で指名されたことに不安を感じていたという。後に中日時代の思い出を振り返り存在が大きすぎて勝てるとは思えなかったとラジオ番組スポーツにピタッとで語っている。その中で 2010年に自身が引退する際に、当時、中日のコーチに就任していた中村からねぎらわれたことに対し、中日時代はどうしても超えられなかった人なので嬉しい、と語り、幸せな野球人生を送れたと20年の現役生活を振り返った。ドラフト会議では、司会者だった伊藤和夫から名前を、てると読み間違えられ、当時、中日の監督であった星野先日から、 ヘルと呼ばれるようになった。中日では星野から打撃力を評価されていたが、入団4年目まで1軍で目立った実績を残せなかった。しかし、東北福祉大から一緒に入団した吉田太志が、その年のシーズン終了後に戦力外通告を受けてひっそりと対談したことから、一年発起。自分が辞めるときに、公開だけはしたくないという危機感を抱きながら、 正保守の中村のリードを本格的に研究するなど、自ら率先して練習に励むようになった。さらに、外野手として公式戦に出場する機会を重ねる、うちに保守というポジションへの思いを強めた。ボールがいつ飛んでくるかわからない。外野手では、一球ごとにサインを考えたり投手にボールを返したりする保守に比べて、どこか試合に参加してないような気持ちになったという。 解説者に転じてからは、このような下積みの経験をもとに、若手野手のプレーや野球へ取り組む姿勢に苦言を呈することが多かった。技術的にはストレートで追い込んで最後に変化球というタイプの保守であったと山本正からは評されている。ちなみに、矢野が一軍監督として指揮する2019年の阪神周期キャンプでは、中日一筋で現役を終えていた山本を、 臨時コーチとして招聘した。中日から阪神へのトレードが決まった際、当時、中日の監督であった星野からは何も言葉をかけてもらえなかったと言い、絶対に星野さんを見返す。中日戦だけには絶対負けへんと、中日相手には多く、支給を要求していた。なお、星野の阪神監督就任後は、気まずい素振りも見せずに、星野がよく話しかけてきてくれたため、 次第に、星野さんに認められたい。認められるために頑張ると、気持ちが変わっていった。阪神の選手時代には、優しいと形容する解説者が多い一方で、阪神で一番短期と言われることもあった。現に、退場寸前の乱闘を落としに一度のペースで起こした、ほか、幼児がだだをこねるような仕草で、審判の判定に不服を示すことも珍しくなかった。 前述した2017年の退場処分以外にも、阪神保守時代の1998年と2006年に審判への暴力行為で退場処分を受けている。打てそうで打てなかった投手に小笠原校を挙げていた。阪神で現役を引退してからは、野球解説者、評論家として活動するから、現役時代からの趣味である、ゴルフ関連の番組にもたびたび出演。 朝日放送が毎年11月に主催するマイナビ ABC チャンピオンシップゴールフトーナメントでは ABC テレビの中継でラウンドリポーターを務めたりアマチュアのゴルファーとしてマンデートーナメントに参加したりしている。しかし他のゴルフトーナメントへの出場に向けた練習中に左肘を痛めたことから2014年5月20日に幹部を手術。手術の直後には 左腕を大きなギプスで固定しながら同局のレギュラー番組への出演を続けていた。現役時代には弦を担がなかったが、阪神の一軍監督へ就任してからは未来に起こりそうな刑事をあらかじめ祝ってしまうことで現実を引き寄せるというよしくを実践。毎年の初頭からチームがリーグ優勝や日本シリーズ制覇をすでに達成したかのようなコメントを報道陣の前で 意識的に繰り返している。就任2年目の2020年には、日本シリーズの制覇を記念して、チーム全体で、ハワイ旅行というヨシクを体現すべく、選手有志からの発案による、矢野ハワイをオープン戦で披露していた。しかし、後に新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ヨシクどころではない事態に次々と見舞われたばかりか、矢野ハワイ実現への絶対条件である。 日本シリーズへの出場を2年続けて巨人に阻まれている。2019年のレギュラーシーズン最終盤には試合がある日に起床してから球場でユニフォームに着替えるまで赤色のパンツを履くように心がけていた。くしくもこの時期にチームは6連勝でレギュラーシーズンを終えたばかりか前述した最終戦でシーズン3位を確定。その後も クライマックスステージやドラフト会議など監督として大事な局面へ臨むたびに赤色のパンツを着用していた。このエピソードにちなんで阪神球団では2020年6月から矢野の監修による矢野監督勝負パンツを公式グッズとして発売している。もっとも佐藤輝明への独占交渉権を4球団の指名重複による抽選で引き当てた。 同年のドラフト会議には赤色のパンツを履くなどの弦を短かずに自然体で臨んでいたという。2020年1月13日には兵庫県西宮市の成人式式典20歳を岩内土井が甲子園球場で初めて開催されたことに伴って同球場スコアボード内のオーロラビジョンから式典中に流されるメッセージビデオに半身のユニフォーム姿で出演。 阪神の一軍監督として、新成人に、チャレンジを進めるメッセージを寄せた。桜宮高校の野球部では、後に、お笑い芸人となる、川本久志独と、高山千尋が同級生として在籍しており、高山が3番、矢野が4番を打っていた。鉱山の前に走者が出ると、勝負強い矢野に打席が回るよう、ほぼ毎回鉱山に、バントのサインが出されたと高山が語っている。 阪神に在籍していた2005年のシーズンオフにはリーグ優勝記念旅行の模様を放送する特別番組で高山と二人で漫才に挑んだ。ちなみに高山からは秋ちゃんと呼ばれている。阪神での現役時代には当時の主力投手陣からは絶大な信頼を受けていた。ニューヨークヤンキースへ移籍した井川からもヤンキースに来てくださいと言われたことがある。 巨人時代の上原浩治からも、オールスターでバッテリーを組んだ際に、ブログで、阪神で、矢野さんがみんなに好かれるわけが分かった。すごく話しやすい人と評され、2007年12月の、アジア予選韓国戦でバッテリーを組み9回裏を三者凡退で、お再勝利した際は、ウィニングボールを上原から直接手渡され、自らのブログで、一生の宝物と書いた。阪神時代のチームメイトで、 奈良県出身の関本健太郎とも仲が良く、矢野の現役時代には必死のパッチという発言をめぐる町長発誌のやりとりが人気を博した。矢野は自分がヒーローインタビューで最初に発した必死のパッチを翌日のヒーローインタビューで関本が勝手に真似たせいで、いつの間にか球団公認で関本の必死のパッチグッズまで作られたと主張。 ヒーローインタビューや出演番組では、関本に向けて冗談交じりで必死のパッチを返せと迫る一幕もあった。実際には、関本が必死のパッチを使用することを容認しており、矢野が現役を退りいた後は、現役後期の関本に留まらず、自身より後で、阪神に入団した西岡津義、藤並慎太郎、原口文人もヒーローインタビューで使用している。 その一方で、おはよう朝日ですでは、必死のパッチを貸した覚えはないと応酬している。また、キャストのスポーツキャスターを務めていた時期には、自身が担当するコーナー、ヤノスポで必死のパッチ賞を創設。公式ブログで、阪神のコーチ就任を報告する際にも、必死のパッチで頑張ってきます。という言葉で記事を結んでいる。また、阪神での現役時代には、 オフシーズンを中心に、関本や福原忍と趣味の釣りに興じていた。日本を代表するバスプロの今江勝隆とも親しく、今江が経営している会社今勝の工場へ足を運んでルアーを作るほどである。なお、そのルアーは、同社ホームページ内のブログなどで、たびたび紹介。解説者時代には、スポーツキャスターやラジオパーソナリティとして、野球、釣り以外のスポーツも、 積極的に取材していた。阪神の一軍監督就任を機にヘッドコーチとして東北楽天ゴールデンイーグルスから招聘した清水正春とは二人とも現役の選手として星野監督時代の中日へ在籍した時期に同じマンションへ居住。名古屋球場や名古屋ドームで中日のホームゲームを開催する日に矢野が4歳年上の清水を自家用車に同乗させてから 自身の運転によって一緒に球場へ入るほどの間柄にもあった。現役時代に阪神でのプレー経験がない清水は2002年に西武ライオンズで現役を引退した後もユニフォームを脱ぐことなくパリーグ4球団や野球日本代表で16シーズンにわたってコーチを歴任。2018年のシーズン終了後も楽天野球団から残留の要請を受けていたが その最中に、阪神の一軍監督へ就任した矢野から直々に、一軍ヘッドコーチへの就任を要請されたことを機に、阪神への移籍を決めた。2019年のシーズン終了後には、中日時代のチームメイトだった、井上和樹も一軍打撃コーチに昇平。2021年シーズンからは、井上が一軍のヘッドコーチ、清水が二軍の野手総合コーチに移動している。 二千二十年十一月十日の阪神対巨人戦終了後に模様された藤川の現役引退セレモニーでは公の場としては自身の引退以来十年ぶりに藤川とのバッテリーが実現した。前述した事情で矢野の引退試合が幻に終わったことを背景に藤川本人が監督と選手の立場を超えて一球だけのラストピッチングを提案したことによるもので矢野は 保守役で藤川の投球を受けた。ただし実際には2010年のシーズン終了後にも関西テレビで放送された年末特別番組の企画で藤川を相手にラストキャッチングへ臨んでいる。矢野のファンであることを公言している声優の水木奈々が2006年1月21日に行った日本武道館ライブでビデオメッセージとサインボールを送り2009年に 水木がナビゲーターとして出演していたがオラのプチトラにてお礼としてそのライブの DVD をプレゼントされた。また、矢野の地元、関西ではラジオパーソナリティの桜井和恵も矢野公認のファンとして知られている。2006年から2008年シーズンには本人プロデュースのオリジナルスイーツ、矢野酒を甲子園球場の内野席売店で販売。夏季には、 週の中身をアイスに変えていた。2008年9月から現役最終年の2010年シーズンまではプロデュースメニューの第2弾、矢野テルヒロのヘルシーミックスジュースと繰り返し使える専用のタンブラーを同様の方法で販売。2006年8月末には公式サイト限定でオリジナル T シャツを発売した。解説者時代にも2014年に 矢野陽大のタイガースワッフルボール2015年に矢野の中華風牛肉弁当を期間限定で発売している2003年からはスジジストロフィーを患うファンとも交流現役最終年の2010年にはスジジストロフィー患者や児童養護施設で暮らす子どもたちへの支援を目的に社会福祉法人大阪府社会福祉協議会からの協力で39 矢野基金を設立した。2011年3月には、アキンドスシローの応援部長に就任。同月9日から31日までは、売り上げの一部を39やの基金への寄付に充てることを目的に、自身のプロデュースによる2種類の寿司メニュー、必死のパッチ巻きを近畿2府4県及び徳島県の店舗で発売していた。同様の趣旨で同年5月には、 39矢野ネクタイ、2012年3月には T シャツを公式サイトで販売している。2015年にはプロ野球の世界で20年にわたり一戦で活躍してきた矢野陽大だからこそできる恩返しと称して矢野が関西各地の少年野球チームをじきじきに指導する39ベースボールプロジェクトを4月から実施。軟式、公式を問わず、 主導を希望するチームを公式サイトで募った後に、抽選で決まったチームを月に2回のペースで訪れていた。ちなみに、関本は2015年の現役引退表明を機に、矢野と同じくスポーツビズとの間でマネジメント契約を締結。引退後の2016年からは、矢野と入れ替わる格好で、朝日放送の野球解説者、スポーツ日本の野球評論家を務めるほか、 矢野から39ベースボールプロジェクトを引き継いでいる。日本国内における新型コロナウイルスへの感染拡大の影響で日本高等学校野球連盟主催の全国大会男子の公式選手権大会への出場校を決める地方大会全国高等学校女子公式野球連盟主催の第21回全国高等学校女子 公式野球選抜大会、第24回全国高等学校女子、公式野球選手権大会、第11回全日本女子公式野球ユース選手権大会、全日本女子軟式野球連盟主催の、第18回全国高等学校女子、軟式野球選手権大会がのきなみ中止に、追い込まれた2020年には、阪神の一軍監督として、上記連盟への加盟校の公式、 軟式やキューブへ所属する3年生の男女部員とマネジャー全員に甲子園のドキーホルダーを8月下旬から順次贈呈することをコーチ、選手と共に提案。球場を運営する阪神甲子園球場、阪神演芸の協力を得ながらキーホルダーに用いる土を6月16日に甲子園球場のグラウンドでエジキジキに採取するなどプレゼントの実現に尽力した。 阪神球団が8月31日に約48,700個のキーホルダーを全加盟校へ発送したところ、キーホルダーの寄贈に対して、日本高野連が阪神球団に感謝状を贈呈。中期練習中の11月27日には、球団を代表して、矢野と梅野が感謝状を甲子園球場で受け取った。2011年から2015年まで、 朝日放送の解説者として、テレビラジオで放送されるプロ野球中継に登場。同局からの出向扱いで、三テレビボックス席の阪神戦中継にも解説者として出演している。さらに中日 OB でもあることから、CBC ラジオの中日対阪神戦中継に出演することがあった。レギュラー番組不定期放送、出演以下はゲストで出演した、主な番組。 ABC ラジオでは、矢野を起用した他社のスポット CM も随時流している。以下はいずれも、阪神での現役選手時代に出演したテレビ CM、矢野テルヒロに関するカテゴリー。ありがとうございます。